きました。ね。ここね、もう結構履歴書使い回しがしょうがないから、まあね、志望動機、借金を返済するためにちょっとバイトします。まあ土日も働く予定でありますのでね、ちょっと平日は4日希望。月火水金の4日かな。まあ、正直ね、こんな感じです。もう正直、もう俺はもう切羽詰まってるもん。もうかなり切羽詰まってる。もうね、本当に切羽詰まってるがやられてるから、ちょっととりあえず、復帰すぎはね、ちょっと復帰するんだけれども、とりあえず、借金返済、この年で借金を抱えてしまうというね、もう本当にありえないね、スパイラルに巻き込まれてしまったんで、ちょっとね、借金減ったために働きます。まあ、すべてFXが原因なんですけど。なので、ちょっとね、明日頑張って面接行こうと思います。本当に面接行きます。結構面接行くのめんどくさくてたまにね、行かない時もあるんだけど、正直ね、ここでちょっと行っとこうかなと思います。多分、落ちるとは思いますよ。まあ、正社員になるのはまだ先なんで、僕の予定では。まあ、そんな焦ってないんでね、正社員は。まあ、とりあえず、バイトからちょっとね、ちょっと頑張っていこうと思います。いきなり大学卒業して、ね、ガチロードはちょっときついから、ちょっとこのアルバイトでね、ちょっと体を鳴らしていこうかと思います。な。俺もちょっとマジでね、無職になりかねんから、ほんとに、ね。無職になりかねんから、ちょっとこれをきっかけに、ちょっと頑張ります、ほんとに。ね。ほんと無職になりかねんからね、君たちというね、いや、ほんとに無職になりかねんと思う。いや、ほんとに無職になりかねんからね。マジで、借金返済だからほんとにね、しないといけないほんとに。私、ここまで追い込まれてる。もう、君たちというね、伝説の無職まで、もう少しのところだったんだけど、ちょっとね、借金ができたらやっぱりね、人間というものは、借り立てられる。毎月は、俺の借金って感じね。ちょっとね、頑張っていきたいと思います。ね。あ、お前の借金なんか知らねえよっていう人もいると思います。だけどね、人間ね、やっぱり、一度は勝負に行かなきゃいけない時があったんだよ、FX で。な、ちょっとチャレンジャーとして。もうこれ、首ってあるあるだけどね、俺もほんと。でも、チャレンジャーとしても、一回ね、勝負に行かなきゃいけない時があったんだよ、俺も。な、マジで、勝負に。この勝負に、人生一大事の勝負に負けてしまった。そして、資金管理ができなかった。だからね、当分ちょっとね、話は、相場から離れます。なので、ちょっと労働します。まあ、YouTube の投稿はね、バイトが終わった後とかに投稿しようと思うんで、まあね。まあ、普段通りへ、上げていきます。まあ、とりあえずね、借金返済、とね、頑張っていきたいと思います。もうこれだけ本当に。で、FX で復帰する。ちょっとずつ。もうそれだけ。まあそんだけなことが言いたかった。